キャノンキャノンのカメラ製品一覧。キャノンパワーショットシリーズ。キャノンパワーショット A590。キャノンパワーショットシリーズはキャノンが発売しているデジタルカメラのシリーズである。パワーショット600キャノンがデジタルカメラ事業に参入した初期に発売されたモデル。パワーショット A530 安価で必要十分な機能を持たせた初心者向けシリーズ。北米市場ではこれらに加え、 日本でクシーデジタルシリーズのうち、コンパクトフラッシュを使用するものもシリーズに加えられている。S シリーズは2桁3桁モデルと1桁モデルでは、性格が異なる。2桁3桁モデルコンパクト機の中上位機種。2桁モデルは、番号が溢れたため、3桁に移行している。1桁モデル高倍率ズーム機で現在は、SX シリーズの2桁3桁モデルが、 後継一部機種を除き EOS シリーズのスピードライトが使用でき、また操作体系も EOS に準じているため EOS のサブ機としても使われることが多い。専用のコンバージョンレンズがオプションで用意されている。プロシリーズがラインナップから外れているため、カタログ上では実質的にフラッグシップモデルとして位置付けられている。g から g と g と G9X を除きバリアングルモニターを搭載する。なお、パワーショット G4、G8、G13、G14 は、欠番である。このうち4.13は意味番号であるためと思われる。基本モデル X モデルマイナスセンサーサイズを、大型化した上位モデル高倍率ズームレンズ搭載の、シリーズ。1桁モデル、2桁モデル超高倍率のズームが、 特徴100番台モデル SX160、伊豆までは乾電池日本駆動が、特徴200番台モデル本体のコンパクトさが、特徴400番台モデル500番台モデルの、しまいき500番台モデル2桁モデルの、小型軽量カバンのような存在600番台モデル、コンパクトモデル700番台モデル、高倍率ズーム搭載コンパクトモデルアウトドアでの、使用を考慮し、 合成や対象劇に特化したモデル、ありがとうございます。